まだこれからだよ。八百万の痛みや悲しみから逃げ込める場所を探してる。いい調子で来てるよね。私も楽しい。生まれてきたことの意味なんて知らない、わかんないよ。このままラストまで油断してると足を使う。それは君がもっともっと素敵になってる力があるって教えてる。みくき楽しい？もちろんみくも楽しもうよ。今の良かったよね。